スミネシティナイターの SG ボートレースオールスター、今回オールスター発祥の地で今をときめく人気スターレーサーたちの47回大会もいよいよラスト6日間の SG バトルのナンバーワン決戦でオールスター最終決戦の優勝戦。さあ風がなく穏やかな競争水面で並びが1-2-3で4-5-6とどうやら枠なりに並びそう。1号艇で篠崎仁志人気の中心、今回オールスター初優出、 SG5 度目の優出で初 V に王手。2号艇徳増秀樹オールスター初優出、 SG9 回目の優出で初 V になるか。3号艇森田俊介 SG 連続10回目の優出でオールスター初優出初 V になるかです。そして4号艇の平本正幸引っ張るでしょうか。3年連続4度目の優出でオールスター V2 に挑戦。5号艇のブス島誠オールスター初優出、 SG19 回目の優出で V7 になるか。そして6号艇の白井英治3年連続4度目の優出でオールスター初 V に挑戦。1-2-3で4-5-6枠なりで3-3に分かれてまいります。さあ今回歴史に残る史上初の無観客のナイターオールスターを制するのは一体誰になるのか。47回大会の優勝戦残り10秒切っています。1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり間もなくスタート。1秒、今スタートしていきました。さあスリット後3コース4コースから3号艇4号艇インコース2コースこの辺りも出ていきますが、1マークは逃げる1号艇の篠崎握ってくる3号艇ブロックされた。刺して2号艇5号艇あと4番6番さあバックスレッチャー SG 初 V へと向かって人気の中心だ。1号艇の篠崎仁志早くも水がいて、さあ2番手の人は混戦でインコースから4号さんと固まって、あとは6号艇後ろ2号艇が遅れています。なおスタートは正常でした。第2ターンマーク先頭早くも単独で1号艇の篠崎仁志、2番手の人6号艇が突っ込んでくる懐4号艇あと3番5番2番と回ってきますが、2番手争いはまだまだ混戦ですが、わずかに真ん中で4号艇の平本でレースは2周目へと入ります。先頭はどんどんと抜け出していって見事完璧な一撃で1号艇の篠崎仁志 SG 初上へと向かっていまして、さあ2番手争いが2周目で出したマーク突っ込んでくる5号艇懐をさばいてくる4号艇後ろ3番6番ですが、2番手争いはここわずかに4号艇の平本、しかしその後ろ一定身で外から5号艇のブス島接近で、さあ4号艇5号艇差が縮まって、ここで2番手争い後ろで6号艇3号艇が並んで後方に2号艇、今から第2ターンマークは先頭で1号艇の篠崎仁志、そして2番手の4号艇の平本行った、外を握って回って5号艇のブス島ですが、2番手はここでまた4号艇の平本で3番手に5号艇上位が1位4号となって最終周回へと入ります。さあ史上初の無観客のナイターオールスターのラスト優勝戦は1号艇の篠崎仁志人気の中心が先頭、そして2番手の4号艇の平本正幸、3番手に5号艇のブス島誠、最後のバックセンターで入っていますが、上位が1号艇4号艇5号艇、これで1号艇の篠崎仁志は今年2回目、スミノリア4回目、 SG は初優勝、自己通算では37回目の優勝が目前、デビュー12年7ヶ月の SG5 度目の優出で初優勝、オールスター初優出の初優勝、最後の直線コースへと入ります。さあ今回選ばしスターレーサーたちの頂点に輝くオールスター47年目の覇者は1号艇2キロ篠崎仁志、145でまもなくゴール優勝、1号艇篠崎仁志ゴール SG 初優勝、4番5番ゴール6番ゴール3番ゴール2番がゴール。見事な優勝でした。勝ったのは1号艇の篠崎仁志選手、インカラ押し切っての堂々の優勝です。2着に4号艇平本正幸選手、そして3着に5号艇の楠島誠選手が入りました。優勝は1号艇の篠崎仁志選手でした。ゴールの瞬間手を挙げてましたけど、あもうね選手の皆さんから大きな声援で受け入れられてますね、迎え入れられてます。ほっとした表情ですね。いやそうですよね、この大チャンスを逃すわけにはいかないと。は